ジャン君、おはようございます。ポンちゃんはもうすでに向こうの部屋で 28.5 度なのにタンスの上でぐったり寝ています。ああいうのが好きなのね、ポンちゃんはね。ジャン君はエアコン好きだよね。こっちの部屋によくいるよね。エアコンが好きなのか、人間がいた方がいいのか。人間は暑苦しいけどね。ジャン君、ないと泣くよ。ジャン君、ジャン君ピーピーって泣いてるよね、ジャン君。ジャン君、よくまたこれやりますか。もう定番ですけど、これやろ、これやろ。あれ、気分じゃないの、ジャン君。どうした、ほら、行っといてよ、ジャン君。どうしたの、ジャン君。朝風呂入ってくるよ。朝湯が大好きで、うん、はい、パンちゃん耳だけ見えてるよ。パン、はい、おいで。はい、どうぞ。あら、すごい音だね。もしもし、あ、どうもどうも。ぽんちゃん。ジャン君。はい。ジャン君、暗すぎてピントが合いにくい。今これ電気つけましょうか。これつけなくてもいいけどね。もうカメラをダメだ、アングルを変えます。マックがということで、お届け物ではなく購入しました。こういう状態で来ました。はい、僕たちがデザインをしたいなと。まだこれは違うよ、うん、断じて違うんだけれども、すずりというところの、サイトでショップで、はい、デザインをやって、グッズが作りたいなと思っていたんですが、まずはどんなのが売っているのか買ってみました。
自分たちが作ったやつも一度は買ってみようと思うんですけれども、ポンちゃんポンちゃん、はい、ですか、チェックが入りました。ポンちゃんチェックですか。全く見えなくなりましたけど、ポンちゃん、ポンちゃん、ちょっとだけジャン君、ジャン君っぽい、ちょっと説明をさせてくださいが、ジャン君っぽい、はい、こうを買ってみました。これですね、開けましょうか、はい、スマホケース買ってみました。まだ他にも T シャツも、一応まあ素材とかね、プリントされた感じを見るために購入ボタンは押しています。これ、ね、さあ、はい、かわいいじゃん。すごい上手な人のやつを見つけて買ってみました。いい、ね、はい、これは写真ではなく絵です、うん、しかも和風にこう金魚の中にいる猫、これっていうか猫がいるところに金魚が飛んでいる感じだったよ、というか、金魚鉢の向こうにいるのかもしれない、まあ、これは、絵ですから自由に考えてください、うん、ということですね。そうですね、はい、かわいいよね。うん、かわいい。これを外してここに入れる。はい、こんな感じになります、うん、いいじゃんこれ、うん、仕上がりもいい感じだね。いいかもね、うん、そう、本当はあの透明なやつ、透明っていうかなんだっけ、うん、こうカバー、ん、なんて言えばいいの、こういう手帳型じゃないやつ、うん、もあったんだけど、私はあの手帳型を使っているので、うん、それにしてみました。ちなみにこれはおいくらぐらいですか。これはね、2000いくらだっけな、2000いくらか、うん、ちゃった、まあまあまあ、ね、そう、でもこの、ね、なんだっけ、こういうさ、うん、手帳型みたいなやつは、うん、みんなそのくらいの値段なんだよね、うん、まあ、あの作りも悪くないと思います、うん、しっかりした感じがします、うん、はい、ということで自分たちで作るんだったらどうしようっていうのはこれを元にですね、うん、考えていきます。はい、ちょっと光っちゃう、こういうふうにちょっとかっこいいやつっていうのを、参考にしていますが、コンピューターが今再起動しちゃったで、これをこのイラストでってなった場合、あ、まあ悪くないのか、なんかちょっと背景はつけた方がいいのかな、あ、でもない方がいいか、こうなるんだね、開きましょうか、開くといいな、スマホケース、こういうことか、あ、落とした、こうですよね、でもこの状態で使ってるわけではないからね、まあ、そうなんだけどね、でもさ、うん、あの人がね見てるとき、うん、私がこうやって使ってるときに向こうの人はこうやって見えるってことだよね、ガンつけてんだあ、いいじゃんね、うん、なるほど、ってことはこれだと表面裏面みたいになってるけど、実際にはこうやって2匹が寄り添ってるのが見えると、ね、ちょうど真ん中あたりに、うん、あ、両面にジャン君とポンちゃんが畳んだ時が見えるようにして、うん、いいじゃんこれ、なんかワンポイント加えたくなるけど、例えば黒だったらない方がいいか、なんかイラストの魅力でなんか お空みたいになってても可愛いかも、そうね、うん、どうかな、でもそれをここにプリントしちゃうわけだもんね、うん、これもプリントされてるよ、うん、だからさ、うん、あ、そうか、うん、字の色が何色っていうのはいろいろ選べたりしないかな、そしたら向きの方が自分は茶色の前にイラストがあった方がいいなとか赤がいいなとか選べるじゃん、こういう絵の場合はこの背景黒にしてるんだったらできないんだけど、これはできるじゃん、ね、手帳型はクリアはないかもね、クリア、あ、クリアじゃなくてなんだっけ、あ、だから字の色よ、字の色は字が赤とかブルーとか、ちょっと待って、スマホケース、はい、ということで今調べ物に入ったので録画は子供あたりで、こんなのもあるよでっかい顔がついてる、あ、
遊ばないの。時間で。よいしょ。はい。ジャン君。なんで。じゃあブラシで誘いましょうか。はい、それで。ジャン君。結局来ませんでしたとさ。ポンちゃん、なんかちょっと色っぽく座ってるね。ポンちゃん、おやすみなさい。